クラウド、よかった、目覚めた、うん、大丈夫？ここ子供の頃ここで暮らしたの。なんだかんだもうチャプター17、レッド13。もう少し寝てた方がいいんじゃない？こっちの方が気になる。あ、おっと、そうだ、久々のパーティー入りか。エアリス、装備を整えよう。ね、今持ってるマテリア、思いのほか育ってる。かなり育ってる。やっぱ回復系よく使ってたから、回復系、しっかりマックスになってくれてるね。あとは、まあまあまあ。大丈夫ならいいんだけど。私がここまで運んだ。ああ、どうも。まあ、牢屋とは変わりないけど。お母さんと二人でね、ここで眠ったんだよ。部屋、あの頃のまま。毎朝、お母さんだけが連れて行かれて、よく一人で泣いてた。エアリス、脱出の前に話してくれ。いろいろあるはずだ。私は古代種の生き残り。それはもういいよね。あ、古代種っていうのはシンラがつけた名前ね。本当はセトラっていうの。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く。そして約束の地へ帰る。史上の幸福、星が与えし定めの地。すごい。まあな。でもおとぎ話だと思ってたぜ。神羅は違う。約束の地、ずっと探してる。エアリスは知ってるの？約束の地。何にも。いつか分かるのかもしれない。でも今は全然。もし分かってもそれは古代種、いやエアリスの約束の地だ。たとえ魔法が吹き出す豪勢な場所でも、神羅には何の権利もねえ。横取りしようってか。はっ、少年が浅ましいぜ。よし、お前はエアリスを連れて脱出しろ。俺は連中をひねりつぶしてから帰る。バレット、あのね、違うの。ったく、何なんだよこいつらは。神羅星の化け物か。フィーラーだ。運命の番人という理解が最適だ。運命の流れを変えようとする者の前に現れ、行動を修正する。運命って運命？言い換えれば、この星が生まれて消えるまでの流れ。
その流れはもう決まっている、そういうこと？ああ、星は力尽きてしまうらしい。んな真っ暗な未来に向かって俺たちを送り込むのか、フィーラーはよ。待て待て待て、そもそもなんでお前はそんなこと知ってるんだ。難しい顔して適当なこと言ってんじゃねえのか。さてはてめえ、シンナの犬だな。犬ではない。エアリスが私に触れた時、フィーラーの知識もそこにあった。あのね、聞いて。エアリス、私たちの敵はシンラカンパニーじゃない。きっかけはシンラだけど、本当の敵他にいる。私どうにかして助けたい、みんなを、星を。エアリスは何を知ってるの？今は迷子みたい。動くほど道がわからなくなる。フィーラーが触れるたび、私のかけらが落ちていく。黄色い花が道しるべだったんだ。何も積んない。ようやく見つけたぞ。おい、何をする。やっと会えたって。ウッチ、どうして。お前大丈夫なのか。エルミナさんのご飯が美味しくて。そんな話してる場合じゃないっす。もうすぐ。今の何？爆発？近畿アバランチの作戦っす。混乱を起こしてプレジデントを狙うっていう。間に合わなかったな。今の爆破で警戒態勢に移行した。え？閉じ込められた？慌てるでない小娘、見ろ、研究施設内はまだ移動可能だ。屋上まで行ってください。本家のヘリが待機してるっす。本家のヘリだ？奴らが俺らを乗せるはずねえだろうが。頭下げたっす、何度も下げたっす。ウェッジ、それじゃあまた後で。あいつ勝手に動きやがって。でも助かった。帰ったら説教だな。ウェッジはまだ本調子じゃないんだ。で、そう、レッドサーティーンは本作ではまだプレイアブルキャラとしては使えないみたい。マテリアくっついてるんだけどね。この辺なんかあんのかな。ある。え、カエルの指輪か。屋上を目指す。ああ、ここは一応宝城研究室のフロアの一角なんだ。とにかく屋上に向かえばいいんだよな。宝城が逃げ込んだエレベーターが使えるようだ。宝箱、
本家の攻撃か。そんな派手な襲撃に来てるってわけか。よし、いや、嫌だな、こんなところに住まわされるなんて。こっちからでも下に行けるな。ああ、ここ来たところだ。ジェノバとかもね、クラウドの記憶から見えてたりしたけど。エレベーターってこっちだったか。そうだ、工場の匂いがまだ残ってる。嗅覚は犬並み。何があったんだ。ポットの中の子、みんないなくなってる。嫌な匂いがする。この奥だ。どうすんだよ。溶かすしかない。こいつらが暴れたようだ。納得してる場合か。こっちは任せろ。またモンスターだ。あ、全然強くない。その技は強い。あー、食らった。よし、どう増えるぞ、どんどん。やったな。うん、うん、あっちいな、おい。よし、尻尾しか出せんからな、そういう生き物なんだから。行こう。うん。そういえばビル内でクラウドはツォンと会ってないな。なんだここ。北条の施設、神羅の闇。ぶっ壊してやりてえが時間がねえ。さっさと屋上へ行こうぜ。ここはおそらくジェノバが保管されている場所。あのモニター越しでツォンからアバランチのメンツは見られたけど、今まで発売した FF7 シリーズの派生タイトルとの整合性を図るためにソンとクラウドは顔合わせしないようになったのかな。なんだありゃ。ジェノバ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。全部
タなのか。やはり仮説は正しかった。今度は期待を裏切らないでくれよ。実体が現れたよ、セフィロスの。急がないと。どこだここ。上に戻んないと。お、足場が。兼用ポット、足場にしてやる。なんか入ってないか。君だ。うわうわわ、ポットまみれ出てきそう。おっと、モノドライバーどこにでもいるな。どうってことない。いや、本当にやべえ量のポット。マテリアか。毒。ああ、さっきのモンスターっぽい。手を貸そう。頼む。あ、レッドサーティーン。オッケー。操作はできないんだよ、まだ。こいつサンダガをする前に、あー、叩きたかった。よし。ブレイバー。ティファたちは近くにはいないようだ。探すぞ。上へ行こう。レッドサーティーンはいつ下に。宝箱。深いなにしてもここマジで不気味だ。どうした。ああ、そんなことできちゃうの、レッドサーティーン。あれを使えば向こう側へ行ける。うん、私なら飛べそうだ。頼めるか。ああ、うまい。
これでいい。うわー詰まってる中身。あ、自販機、こんなとこに自販機設置して誰が買いに来んの。まあ、安いものは買っとこう。第一研究室。気持ち悪いもんばっか作りやがって。パレット、はい、うっ近寄んじゃねえ。苦戦だな。遊んでやってんだろ。一緒だ。ギア上げてくれ。他のみんなは見てブロックされてんな。アンガーマックス。いけんだろ。レッドサーティン、あ、レッドサーティンちゃんとサポートしてくれてる。素早いなこいつ。バレット頼み。しかもこいつ潜るんだよな。危ない。ちょっと集中砲火されてる。いや素早い。おう引き込んどけ。ぶっ放したれ。あとあいつか。逃がさねえぞ。撃たれる。携帯変化された。頼んだぞ。おう任せとけ。くらえ。そっちはどうだ。物理が効く間は魔法が効かないんだよな。そっちは任せ。待ってろ。大したことはねえ。手休めだけどな。ぶっ放せ。勝って。え、お前も出てくんの。いけんだろ。まあ柔らかいんだけどね、こいつは。見た目で終わりに。え、届かないそれ。体験しよう。あ、やばい。任せとけ。急げ。また来ちゃった。でこいつはサンダー効きそうだな。よいしょ。待ってました。はい、効いてる。バレットもだ。気合い入れてけ。いや、剣撃のダメージが危ない。よっ、チャクラだ。頼らせてもらうぜ。おりゃ、あーダメした。お前がいないでどうすんだ。こいつ意外と強い。反撃だ。よし、ぶっ放せ。よし。お前大丈夫か。ああ問題ない。ならいいけどよ。出口か。これからどうする。まずティファとエアリスを見つける。それから屋上だ。どっかにエレベーターがあんだろ。邪魔は入ったがやることは変わらねえ。さあ行くぞ。